それは普通の人が見えないものを見ることができる力。全てが入り乱れる。映像、音、匂い。忘れてはいけない。これまでに起こったことの全てを。そして自分自身を。まずはこの場所から物語を始めよう。あんな偏僻なところの道端に一人、事故に遭ったの？それとも誰かに乱暴された？名前は？あと連絡先は？家族がいるだろう。友達は？君の身元がわかる人だよ。いや。おしゃべりは嫌いかい？これじゃ力を貸せないよ。それは傷？最近のもの？止めるんだ。相手が誰だか分かっているのか？私が着くまで待てと伝えろ。まったく今すぐあいつらに連絡をつけろ。何としても止めるんだ。この間抜けどもえ。朝廷何をした？